平野紫仕様の CM 出演戦略、先輩ジャニーズとの勝負に注目。平野紫仕様は、キング、リンチェの脱退後も主演ドラマや歌番組などで活躍し、その人気はますます高まっています。彼の今後については、CM 出演が重要な要素となると予想されます。CM 契約は収入源の一つであり、 平野は事務所へのマージンが減ることで手元に渡る金額が増える可能性があるため CM 起用は彼にとって重要です。さらに平野の先輩ジャニーズメンバーから引き継いだ CM の存在も注目されています。本記事では平野の CM 出演に関する情報と彼の今後の戦略について詳しく探っていきます。 ジャニーズ先輩からの引き継ぎ CM 平野紫耀は、ジャニーズ事務所の先輩たちが契約していた CM 案件を引き継いでいるとされています。まず取り上げるのは、虫刺され薬無比の CM です。相葉雅樹から平野へと世代交代したこの CM は、ブランドイメージの一新と共に彼の勢いを感じさせるものとなりました。 次に挙げられるのは、大塚食品ビタミン炭酸町の CM で、平野が高校生役としてプロレスラーの天竜源一郎と共演しています。この CM は、若手スターの登竜門とも言われる代表作であり、かつては手越祐也が出演していたことでも知られています。平野のコメディタッチの演技にも期待が寄せられています。 平野紫仕様の CM 起戦略 CM 出演は平野にとって重要な収入源となるだけでなく、彼のタレントイメージを確立するための重要な手段です。そのため、彼の今後の戦略には注目が集まっています。まずは、新しい地図のメンバーである香取慎吾草薙剛・剛稲垣・吾郎が出演するサントリーの CM が挙げられます。 この CM は新鮮さを求める企業であり、平野の出演も十分に考えられるとされています。さらに、Web 上でも多くの企業が CM に投資しており、平野は Web を通じても幅広い層にアピールできる可能性があります。ジャニーズ事務所がまだウェブに進出していないことも考慮すると、平野の CM 出演は彼を身近に感じられるチャンスとなるでしょう。 平野仕様の CM 出演の展望平野仕様の CM 出演には多くの期待が寄せられていますが、彼の今後の展望はどうなるのでしょうか。事務所退所後の CM 契約金額が下がる可能性はあるものの、彼の人気と実績を考えると依然として高額の契約が期待されます。 また、CM 出演によって彼のタレントイメージがさらに確立され、さらなる活躍の場が広がる可能性もあります。平野自身がジャニーズ事務所を退所した新しい地図のような活動を展開する可能性もあり、その場合は CM 出演が彼の新たなスタートを象徴するものとなるでしょう。 ヒラの仕様の CM 出演は彼の今後において重要な要素となります。ジャニーズ事務所の先輩たちから引き継いだ CM 案件や新たな企業との契約によって彼のタレントイメージが確立され、さらなる成功へとつながる可能性があります。また、ウェブを通じた CM 出演によって彼を身近に感じられるチャンスも生まれるでしょう。 平野の今後の展望には多くの期待が寄せられており、彼の CM 出演に注目が集まっています。彼がどのような戦略を展開し、新しい地平を切り開いていくのか、今後の動向に注目が集まります。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。